よしのり時計台にある、ヤギ一族の墓所。中央右がとものの墓。ヤギュウとは、江戸時代前期の将軍の謹慎、旗本。通称はサモンあるいは行部。官位は、十五位下、行部昭遊。父は、徳川将軍家の兵法指南を務めて、ヤギ藩を立藩した、ヤギ宗ウ胸のり。兄に剣豪として知られる、ヤギ光吉、同妻の異母帝に、ヤギ宗冬。 列道義仙がいる。聖母は側室であり、友則のりは諸子であった。徳川家光の歓喜をこむって知死した兄、三吉に代わって家光に仕え、常に剣術の相手を務めるなど、大いに長愛されたが創生した。慶長十八年に野牛賞で誕生した。寛永四年に初めて家光に越見し、その故障となる。寛永十一年の家光の上落に愚ぶし、 同年7月に、勝ち頭となる。8月には父、胸のりに並ぶ、15位下行部賞をタスクに助任し、11月には、山城国相良軍の2000国の領地を授かるなど、工具を受ける。その後、病にかかって、職を辞し、父、胸のりの放置、野牛省で西洋するが、寛永16年に27歳で死去した。墓所は、奈良市、野牛町の吉野理事にある。 また、伊母帝の胸冬は母提を弔うために、友ものりの館を一時とし、医療の南大河原二十林寺を建立している。柳生家の家父である、玉、栄周囲では、当時の人々から、将来必ず国王の神となると言われたとあるほか、性質無双分彩に富み、また新陰の術に流したもと評している。家光の長宮厚く、十三万国を与える。 胸のお墨付きを受けたという記述もあるが、事実を疑う意見もある。創生したこともあって、父や兄弟たちと違い、武術書の類は残していないが、伊伯亭、胸冬の著述の中には、兵法について友もと交わした対話を記したものがあり、友もの兵法標の一端を知ることができる。友もは二は27歳で溶接したとされる。また徳川家光がその死を聞きつけ、 父、宗のに対して激光したともされる。しかし、この種の逸話についての真偽は不明であり、人物像もその種の状況もまたはっきりしない。歴史学など学術的視点からは、そもそも実績の研究対象として扱われることがあまりない人物である。そうしたことから、各種フィクションのキャラクターとしての友もは、謎の遁ンしを遂げる野牛の恩蔵師、悲劇の美男として、 物語の必要に応じた自在なアレンジを加えやすい人物で、その最後も多くの作家が様々に描いている。ただし一方では、最初から存在すらしなかったことにしている作品もある。家光の長愛や智則の死を受けての月光の理由としては、家光と智則の間に主導の関係があったと設定する作品が少なくない。さらには、 友ものりの死後の時代が描かれる場合には、家光が友ものりの死に対する縁恨を、八木ウー家に向け、宗のの死に際して、医療を三つよしと胸冬で分割するように命じ、八木ウー家を大名の地位から追い落としたという設定がされることも、ある。映像作品における、友ものり役は、過去に、平田昭彦、田村亮、目黒祐樹などが演じており、主に20代後半から30歳前後までの、 アクションシーンないし殺人ができて若手期待株と、目される俳優が配される役所である。ありがとうございます。